はい、えー、それでは短期合格に導く井口メソッドの全貌ということで、えー、話をします。えー、っとね、お手元に先ほど紹介があったレジュメですね、これと、それからパンフレット、えー、コピーカラーの方ですね、これですね、これをご用意ください。でまずは、えーっと、パンフレットの1ペ、えー、レジュメですね、こっちの白い方レジュメと言いますので、こちらの1ページをご覧ください。<laughs> で最初にというか今日のお話はあの方法論の話をしますなので、えー、試験をまあチャレンジされる方はねもう本当に試験終わるまでこれをちょっと頭に入れていただきたいということなんですで最初に試験の概要ですけども簡単にお話します、まあ、ご存知かもしれないですけども担当論文講述という3つの試験があって、まあ、全て受からないと弁理士にはなれません で担当が全部で7科目ですね。で、テキストというかですね、パンフレットの方を見ていただくと、これの24ページですね、こういうのがありますね、ちょっと見てください。まあ、読んでいただいたら分かるんだけども、担当論文講述とあって、ここに合格率が書いてます。で担当、大体18%。 で、受かった人の中から4人に1人ぐらいが論文に受かります。で、論文受かったら公示試験に行くんだけども、これもほとんど受かります、今はね。で、えー、っと、隣に制度の概要があります。<laughs> えっと、これをこうか。これ拡大ができへんなこ、これか。で、ここでですね、えー、っと、担当試験の方は、 123455、えー、箇所ぐらいですねで全部で7つの法律が問われますで3.5時間で5択でえー、っと60問ですね全部で60問ということになりますで39点取ると合格ということですね21点落としても構わないということになるでこれが担当試験ですで論文試験はそのお隣ですねを見てください でこちらですね、えー、科目が独実で1科目ということになります。衣装、商標。で、2問で2時間論文書く。で、1問1問で1時間半という形になってます。で、問各問、えーえー、各問いですね A4 に4枚以内ということで、これ、実際に、えー、手で書きます。 でこれが東京と大阪会場の2会場場のですねで。いつもね例年は5月の末に担当試験で月、えー、6月末から7月にかけて論文なんですけど大体ちょっと2か月ほどお尻にずれ込む予定になってますまあコロナの影響ですね。であとは工事試験が、まあ、論文試験受かったら10月まあこれもちょっと2か月ぐらい遅れる可能性もあるので東京で行われると。 ですね、で試験科目は、えー、論文と同じということになる。なので、まあ、担当論も受かったらもうほぼ合格ということになるんだけどもあと免除制度というのがありまして1回担当試験に受かるとですねこのポイントというところに免除制度がある、まあ、これちょっと言いませんけども、えー、例えば、えー、皆さんが令和4年に試験を受けたとします。 で、令和4年に合格したら、そのまま論文試験を受けますね。で、仮に論文がダメでも、あと2回、令和5年と令和6年は、担当試験免除で、論文から受けられるということになる。なので、1年目で確実に担当試験を受かって、まあ、そのまま論文も受かる人はおられるけども、2年目論文に集中して、2年で受かるっていうのが、まあまあ、現実的な最短コースということになりますかね。 1>, まあまあ1年で受かる人も何人かおられるんだけども、まあ、それはそれなりの勉強をねやっぱしてもらわないといけないということになりますであとはね、えー、もう一点だけ論文に関しては、えー、必須科目だけちょっと今紹介したんだけども選択科目というのがありますで選択科目はその下ですねに、えー、こういうふうにねいくつか書いてますね D1 から D5 これどれか一つ選ぶわけですまあ大体大学院レベルの試験かな という感じですねただ、えー、大学院出てるとこれ免除になりますあるいはもろもろの資格を持っていたら免除ということになるで論文が1日ですねで選択を受ける人はまた別の日に1日で試験を受けるとこういう形の試験になってますはいこれが試験の概要ですじゃああの出締 <coughs> メの方に戻ってください1ページですね 1> 今1の1終わったと考えてください。で1の2担当論文公示ですけども、まあ、要は読む書くしゃべるの試験ですね。まあ、読んで選ぶで実際に論文は書くで公示は口頭で答えるしゃべるまあここをですね法律が分かっているかどうかをきちっとまあ評価するという形になります。で次に法律です。で実際に 選択科目を除いて主催されるのは全部法律なんですね。で法律って一体何だっていうことで法学部出た方以外の方はあんまり勉強したことがないと思われます。で理系の方がもう大半なので受けるのはね。じゃあちょっと簡単に説明します。でね。大して難しいことないわけですよ。でまあ実例を見てもらう実例というかね簡単な問題を見てもらった方が分かりやすいのでまあこれは私のガイダンスを受けている方は聞かれたことあると思います。この下のところね。 えっとここ見てくださいここです、ね。ここに問題がありますね。でこれをちょっとね見ていきたいと思います。でこうは自転車 A の特許権者であるがこれいいですね。特許権持ってる。オツが自宅で組み立てた自転車 A を個人的に使用してる事実をつかんだと勝手にね。で同じものです特許の対象。だからこうはオツの使用行為を差し止めることができるか で、ってこういう問題ですね。で、あの人の声を勝手にやめっていう権利はないですけども、法律にできると書いてあればできます。だから、法律に基づいてできるのかできないのかっていうことなんです。だから、要はこういう問題が出てきたときにルールを見つけてきて答えを。出すということなんですね。で、法律というのはそのルールになる。じゃあできるのかっていうこと。そういうできる法律がなかったら駄目です。これ、特許を100条というのがある。 で <laughs> 上の一ポツは条文そのまま写してますいいですかで、えー、ちょっとこう読んでもらうとね特許権の侵害専用実施権は今いないので飛ばします、ね、特許権者は事故の特許権を侵害するものまたは侵害する恐れがあるものに対し侵害の停止または予防請求できると書いてある 停止を請求できるということはやめさすことができるという話ですね。じゃあその条件は何ですか前提となる。特許権を侵害する者がいることということですね。だから、これ言い方変えれば、特許権の侵害またはその恐れ、これが条件です。効果は侵害の停止または予防請求できるですね。なので、 この問題はオツが甲の特許権を侵害しているのかその恐れがあるのかっていう条件に読み替えることができるわけですよ。じゃあ当てはめます。下ね皇の刺し目正規はオツの行為が特許権の侵害その恐れがある場合に認められると。でここで特許権の侵害って一体何ですかってまた言葉の意味が問題になってくる。で 68条というのがあってそこから導けるのは今ちょっと68条は書いてないですけども正当理由権限というのがなくてね特別な理由がなくて第三者が特許発明を行として実施することを言うと。で特許発明はいいですねこれ自転車です。もう今わかっている。実施というのは使用 ということがありま使用もねこれ実施とは何ぞやっていう定義がね特許法にあって、まあ、ここでは示しませんけども使用が該当すると考えてください。となるとまあ正当理由権限というのも特設書いてないので特許発明を実施してますオツは。じゃああとはね行としてっていうのが条件になってきます。業とととととししてては何かというと事業としての意味なんですね で、事業活動以外の個人的・家庭的な行為は除かれるっていうのがその意味です。で、誰が決めたんやいうと法律作る時に決めたわけですよ。こういうふうにね。まあ、人が決めたルールだから意味があるのが当然です。じゃあ、これで侵害の内容というのが明らかになりました。当てはめてください。どうですか。まあ、ポイントはここですね。個人的にって書いてますね。ということは業としてじゃないから、 侵害ではないという答えが出てくる。なので、差し止め請求はできないと、こういうことになります。で、これ見ていただくとね、法律で一体何かというと、その点線の枠の中を見ていただくとね、条件と効果のセットなんですよ。何々ができるどういう条件か。で、その条件のことを法律要件と言います。で、何々できるというのを法律効果という。だから、要はね、専門家というのは条件と効果のセットを知ってるという話です。だから問題が出てきたときにそこに当てはめれば、 解決策が出てくるという話だな。弁護士は法律全体ですねで。特に日常生活の中で、揉め事にはルールをめ、えー、決めないといけない。じゃあね、民法。これはもうあの普通の普段の生活で揉めることです。何から何が分かってますか財産法と相続法からなってるんですね。金で揉めるやろ人間で。だから金についてのルールが書いてある。 相続でも揉めますねそのルールーがあるだから条件と効果のセットがある。だからこんな場合こうですよこんな場合こうですよこうですそれ知ってるからいやこの場合こういうことができますよっていうアドバイスそれ専門家と。こういうことです。あのね理解するのに誰でもできますね言葉分かってる分か,かるわけですよ。あの私も理系ですけど、まあ、理系の方多いけどねあのなんか難しそうなんだけども あの理系のね例えば画像処理をいきなりパンと聞いてじゃあできますか?」言うたら背景の、えー、数学の理論とかね周波数の理論とかいろんなこと分かってないとできないですいきなりできないでしょ絶対にこれ大丈夫だよから私はいつも言うのは「指則演算やこんなもん」ね何も難しくないです嘘じゃないだけど試験は難しいとされている次の2ページ見てくださいなぜかですね これはね一言で言うと量です量が多いんですだから要はそのしっかりと頭に、A、入れないと答えで出ないですねで曖昧なこう記憶だと曖昧な答えしか出ないからそれではね通らないんですよ要は条件というのをしっかり覚えないと中途半端に覚えてねこれ最初に請求できますよって言うともうえいことになるわけですこれ。だから正確にビシッとした答えだら条件のところビシッと正確に聞かれる とということですだから正確な条件が頭の中に入っているのか入ってないのかそこですねだからまあ最初慣れてないとね曖昧な状態でもやっとした状態で勉強するでアウトプットを正確にできないとダメなのに見てるだけだ実は全然頭の中に入ってないここですね2ページ見てください、えー、戦略的学習法ということでこれ早く頭に入れるためにはどうしたらいいかとこういう話なんですでマックズ学習方法の確率計画と書いてます最初にね ご見てくださいでね量が多いと方法論をうまくえー、立てないといつまでたってもできない何で言うたら穴あきバケツにじゃあといくら注いでもずっと出ていくだけじゃないですか要は忘れていきますねただそこが問題なんですよ。無駄な学習の徹底排除この無駄はねいろんな無駄があるけどもこれは試験に受かるために無駄。 実務上の話ではないです。いいですね。絞る。覚えるよ、少なくする。分かって、残すというのが大事です。あのね、法律だから、なんか背景の意味とかわかりにくいけども、とりあえず丸覚えしといたらいいわってね、なっちゃうんですよ。そうすると、分かってない。丸覚え、即忘れる。ということに陥りがちになる。で、ここをしっかりやって、 実行しますでこれをぐる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 回す。何が難しいね言うたら、まあ、英語を勉強するのと一緒ですね。まあ、覚えたわけや。要はね。だしっかり理解してね。背景をね。ただね。情報が多いとうまく整理整頓をすると頭の中に入りやすくなります。だごちゃごちゃに何の規則性もなくね丸覚えするのと規則性を持って えー、大概念から中概念って覚えていった方がなの頭の中に入るの決まってますね。そこです、ポイントはね。で、あとね、新しい知識を入れるというのは結構しんどいです。あの知らん言葉いっぱい出てきたらね、あんまり耳られてないから、あまりなじまないですね。で、あとね、仕事じゃなくて家で勉強するわけや。サボってても自由です。だから人間は必ずサボります。いいですか。ほっといたらサボるようにできてるね から頭を休めなあかんからで、ね、本能に任せてサボっとったらサボっても頭に入ってないけどそ、まあ、そこそこやららなないい頭にやらないモチベーションです、ね、やっぱりこうあのそれなりに1年とか2年とか勉強しよう思ったら、まあ、1か月だけやったら我慢できるけど2年とかやったらねああもうガーッとやらなあかんからやっぱりやった成果が出てきてやっぱりこう勉強したことがちゃんと理解できてなんか実感できるこういう時はずっと続きます。 そういうふうに持っていくという話だね。はい。じゃあね、方法論の確率二2の1見てください。まず方法論1、絞ってわかるということですね。まあ、絞ったら覚える量少なくて済みます。これは試験に出るとこだけやる。あと、短期理解と短期性格記憶。で、この性格記憶というのは非常に癖もんです。まあ、実は難しい。ですね。で、その中で絞る意味の一つとしてね、 その下にね期待値台の完成度向上選択と集中って書いてますね一番下これですここですね期待値台これ出る期待値が高いところまあ極端な話出るとこ分かってるそこだけやっといたら一番楽ちんじゃないですかで、ね、それを目指しましょうという話ですで目指して早く頭に入れようということですねそれがまあ今日の話なんですけど次のページ見てくださいここね で,方法論2で,すでねまずねあの絞って分かるというのは方法論1にしましたけども基本的な勉強の方法はね頭に残すから理解記憶表現というのが基本になってきますあの理屈でねいろいろ立てても実験しないとほんまにうまいこと言うことは分からないじゃないですか。 眺めてるだけってほんまに頭の中に入ってることがわからないから表現してみて初めて頭に入ったことがわかります。でねその時にこの表何意味してるかというと例えば特許法の1条から特許の勉強でね1条から2 0四条までものすごい量がある。だけど出るとこってね統計をまあ私はずっと取ってますけどもここに書いてあるように。 まあちょっとこれだけ見ても分かりにくいけどほとんど毎年出てるところってあるじゃないですかこれ。これ見ていただくとね拡大された洗顔中はね。で要はね出るところっていうのはある程度必然的に絞れてきます。特許法20問なんですけどね。まあ極端な話で出るとこ分かるんですよ。だったらそこを集中的に勉強したらいいっていうのは当然の話ですね。でその時にこの表を見てください。 あの、短期間でこれ1条から240まで全部ね、頭に入れる。で、このちょっと縦軸がね、これ習得度だと考えてください。あの、もやっと見て、見たらなんとなくわかるレベル。正確にアウトプットできるレベルって全然違いますね。まあ、もやっと見てからアウトプット正確にしようと思ったら1回2回ではできない。まあ、相当繰り返さないとできないです。で、それがこのレベルだと考えてください。 で、このぐらいのレベル、到達点なんだけども、ここを知って、ここに到達しないと点数取れへんねで、あの、担当試験ずっと落ちる人もいますけども、大体この辺でモヤ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 してる、ここまで行ってないんですよ。要は、眺めてるだけで、分かってるつもりで聞くやろ。もう、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 てな。なんか、もう、それなしでこと言うんやけども、全然正確にアウトプットできてないんですね。ただ、そのレベルに行こうとすると、時間がかかるから、 出るところが分かってるんやったらそこだけピックアップして理解度を高めて到達点以上に持っていきますそれを何個作れますかで何点取れますかが決まるねこれ方法論ですだから例えば担当試験、えー、入門講座でね、えー、まあ基礎をやって論文やってもう一回担当用ってやるんだけども担当用のところで大体ベースができてますけどもみんなにね 何点取る理由、えー、計画を立てるのかってみんな言います。で、どのテーマを自分は完璧に習得するかといったら何点で分かるんや、大体。で、私は46点目指しますと言ったら、その46、まあ、50テーマぐらいを確実にやれば、まあ、確実に40点を取れる。ですね。で、その方法でやるとね、どうなるかというと、令和2年の担当試験でも1年目のね、入門講座で、50点とか49点一般ぱ年ね取ったやつ。かたや、ベテランさんで、 あの例えば論文1回、えー、担当受かったら2回免除ですね。で2回とも論文はあかんかったら三進言うねそういうの。1回2回3回三進してるから。でもう1回担当から受けるんですよ。ほんならな28点とかね29点しか取れない。じゃあ何年も何年もやっていて点数が29点でなんで1年目の人間が50点取れるんやと。まさにねこれなんですよここね。 ここ分かってないんや。基本的にな。で、まあ、大体そういう人ってね、あの、話をすると全部何聞いても曖昧。曖昧は0点なんです。いいですね。まあ、そこがちょっと落とし穴かなっていうことです。で、次いきます。方法論3。ここですね。ひたすら真面目に学習と。それを頭の中に入れようと思ったら、それなりの時間は必要ですね。ただ、 ちょっと注意して欲しいのまああのポイントはねほとんどの受験生みんな仕事してますですねで仕事のしてる中で勉強するから時間は取りにくいんだけどもあの法律の勉強ってねしっかり整理整頓してあとは繰り返しでしょうだから先ほどの特許権の侵害要件正当理由権限なく第三者が特許発明を行として実施することとこれは正確な要件ですね。この1行を 条件としてガーッと頭に入れていくわけだけども理解記憶表現でしょほんなら歩いてる時間もできるじゃないですかそれ3テーマで1日決めたらこれを家に帰るまでしっかりアウトプットできるともうザーッと言うと言え家まで言うたらいいわけやでねで電車の中で言えへんかったことをパッと見てまた閉じてとだから目的がはっきりしてると勉強ってすごい進みますで多くの人が計画を立てずに義務的に見てるね 全然成果上がらないわけですねどこまで頭に入ったかわからないモチベーションも落ちるまさにですねこれね目標を定めて自宅学習で電車の歩き休憩時間いくらでも使えるだから習得さえすれば時間の問題なんですよだけど習得度到達度に行かずに何回回しても到達度に行きませんですね。だから落ちる人はずっと落ちる 受かる人はずっと受かる。受かる。もうメカニズム分かってるわけですよ。いいですね。なので方法論大事ですよということです。4ページ見てください。でね、えー、っとね、ちょっと分かるという意味だけ説明します。ちょっとややこしいのでね、集中してくださいね。直接侵害というのが、先ほどやりました特許発明を業として実施する。で、あの、正度理由権限とい度の今飛ばしています。で、実施というのは、 製造とかその後ろね使用とか販売とか帽子とか輸入とかそれから輸出などこれが実施ですよまあ特許権の効力範囲ですよっていうのを否定してるんですよこれね条文でこの部分ですですねこれが調節侵害だから特許発明の対象となるものを加手に製造したり使ったりしたら侵害になるこれいいですね その時にもう一点、間接侵害というのがあって、ちょっとね、条文が長いんですけども、ここね、条文通りです。特許がものの発明についてされている場合、まあ、装置とか、えー、材料でもいいです。行として、そのものの生産にのみ用いるもの、例えばエンジンの特許であれば、エンジンに、だ、そのエンジンの特許であれば、そのエンジンの特許、 特許の対象のエンジンだけ使うピストンとかがね特別だと生産にも,用いるものですね部品が一つです <laughs> を生産したり譲渡したりするのは侵害としますよって書いてある <laughs> 部品生産したら次侵害になるじゃないですかで直接侵害になる前に侵害とみなせば権利行使ができますね予備的行為を排除しようとこういう意図なんですですね、まあ とと部品,部品と考えてもららったらいいですで、ね、2号がまたややこしくて特許がものの発明性されている場合においてそ,そのものの生産に用いるもの括弧）、広く一般に流通しているものの属であってその発明による課題解決に不可欠それから特許発明であることものの発明の実施に用いられることを知りながらこんだけ条件がずらずらずらっと並んでます長いから覚えられないなっていうのはまあ普通なんですただね フラットに1号2号というのをバラバラにやるとその分だけ比例して情報量って増えますね。でそうではなくて本質をつかめばどうなるかというと <laughs> 特許製品の生産、下の表を見てください。これ直接侵害ですね。特許製品の生産侵害でしょ、ここで。製造は生産と一緒やから。いいですね。これ調整侵害です。でね、1号2号で共通するものは 生産に用いるものない。エンジンのピストンですね。両方とも一緒です、対象が。それが何やねんって言うたら、1号はのみなんですよ。生産にのみ用いるもの。すなわち、生産に用いるものがのみ。すなわち、専用品です。特許の対象にしか使えませんと。100%死骸に化けますね。 2号って何ですか?」い言ったらこれのみだけではねちょっと厳しすぎるので生産にも陥るものが課題解決に不可欠重要なものでで括弧けでね一般に流通しているものを除く「非普及品」と言います釘とかどこでも売ってるようなものをね購入して「侵害です」言われたらこれはもうちょっと取引の安全上問題ないので「非普及品」でかつ「知っている」濃い「恋」 だからこれややこしいけどもねのみかのみに変えた重要非普及濃いこれに変わるわけですよ。だからものすごく圧縮されるでしょう。で共通なのは生産に用いるものというふうな共通でそれがのみなのか三つののみに変わる3つの要件なのか重要で一般に手に入りにくい。 手に入るものではなくて特許に使われることを知ってやったのかとこれだけの違いですですね。そうするとものすごくシンプル化されるわけですよ。でね難しいのはね独学であってここを導き出すっていうのが結構理解をした上でないとできないからすごい時間かかる。だから。 要は講義で何をするかというとね、この本質が理解できていれば、ポイントをポッポッと押さえるとね、情報ってグッと圧縮できて、で、その規定の意味もわかると。理解してわかるような、わかって、で、記憶するような、そういうことです。で、背景がわかるとすっごく頭の中に入るし、応用が効きます。で、これ丸覚えしてるとね、どっか忘れますね。この差だと考えてもらったらいい。 ならここにノウハウハがもものすすごくあると考えてもらっ,てもらっていいですだから私がねまあ独学っていう人がいた時に進めないのは別にレッグに勧誘するから進めないんじゃなくてものすごい時間かかるでとでもしかしたらできへんかもしれんですよとごちゃごちゃごちゃってある中でポイントをこれこれこれっていうふうに取るのはちゃんと理解してないと背景をねできへんとあと二の三見てください。 記憶する。残すですね。まあこれは最初にお話したのと一緒です。環境整備。記憶事項の整理。と、到達点。何を覚えるんやと、どんだけね。まあばーっといっぱい本に書いてあるけど、結局頭の中に入れるうけど、どのポイントなんやと。これ明確にしないと頭に入らへんでしょ。明確にする。記憶のための前処理。圧縮プラストリガー。まさに上の例見てもらったら、だいぶ圧縮できたでしょう。これで全部答え出ます。 それから常にアクセスできる環境、あの情報の一元化で大事ですね。あのベテランさんでよくあるのが、あのベテランになると入門講座って受けないわけですよ。で、当連とかで論文でばーっと書いてあげますね。な、いろいろはは話聞きました。ずっと資料山積みです。どこにや情報があったっけ探すだけでも偉大大事大なんですよ。だからそれを一元化して欲しい情報をパッと出てくるようにする。まあこれがもう必須になる。 であとは記憶時間の確保で自作学習の有効活用とかまあ細切れ時間の有効活用ということですねあとモチベーションはもう一番のモチベーションはやっぱり便利子になるということですねこれあのただの資格試験ではなくてこれライセンスですからねライセンスというのは持ってないと仕事できへんという話です,いいです、ねまあ、この価値があるだから 知財検定とかあるけどもあれは単なる検定でしょう。で、それに対してえ弁理士は事業として代理書を持ったり持ったり絶対できへん。やったら逮捕されますよし、あの弁理書を反んでね。ということで値打ちがあるとこういう話です。次のページ見てください。6ページ。でね、まあ、江口クラス面と天の学習って書いてますけど大事なことは真ん中に要件ってありますね。 えっとねまあこれね理系とよく似てるんですよ。先ほどね侵害要件とか差し止め請求の要件ってありましたね。間接侵害も要件がありましたさっきごちゃごちゃってややこしいのね。基本要件があって解釈業としてはこんな意味ですよっていう言葉の意味さらに背景ですね立法趣旨なんでそれがあるのかとここを理解してたら全ての問題は答えが出ます。 でね、あのー、理系の人だったら、まあ、例えば私もそうですけども数学物理ってものすごく好きやって何でかってあんまり覚えんでもいいからベースさえきちっとやっとけばあと使うだけでしょでね法律になった瞬間にねどんなことが起こるかってまあちょっと上量多いんだけどここは曖昧にしてねもやもやっとした状態でなんかいろいろ問題をやろうとするんやだから、まあ、いわゆる物理とか数学ができへん人の典型的なことをね理系の人がやるわけですよ で違う世界だと思っているのが一緒ですこれ基本的にねあのいわゆるね伝達関数にインプットしてらすアウトプットで出てくるまさにそれじゃなんやただねちょっと注意しないといけないのは伝達関数はねパラメータがいろいろもっと複雑なんですでそれを理系の人はパラメータがごちゃ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 条件によってコロコロ変わるのに固定化してね単純化してバッと答え出すとこれもやるともうぐちゃぐちゃになります いいですね、それだけです。でまあこれきちっとやりましょうな全部答え出ますよということとここね絞って理解して短期に残すっていうのがすごく大事になってくる。でそのためには <laughs> 法体系全体俯瞰による記憶事項の整理っていうのが絶対大事になります。要は情報をね頭に入れたものをどうやって取ってくるか。じゃあその書類でもあの電子ファイルでもねきちっとね体系的に えー、インデックスをつけたらスッと出てくるじゃないですか。だけど、ダラー置いてたら、並べてるだけで、なかなか出てこないでしね。それと一緒です、全く。オリジナルレジュメっていうのを、まあ、後ろにもありますけども、使います。これ、黒板書きはしません。もう、書いて写してもらってる時間がないね。だから、全部、図紙多様で、理解を、本質説明による迅速理解ですね。あと、前処理というのは、先ほど言った圧縮とトリガーです。 でコアレジュメというのを別途作っているのは理解した中でどこを重点的にね頭に入れるんですかっていうまさにここですこれねこれこれだけピックアップしてまずは頭に入れるのはここですよっていうレジュメこれ必要ですねこれを作っているということになりますでポイントはねコアレジュメ頭に入れるでしょで過去問集というのがあるレッコのね それは年度別別じゃななくててテーマ別になってますで出るとこ決まってるんやったらもう同じもんだいっぱい私出てるような話ですねテーマ別で壊れ締めでしっかり頭に入れてで家でやるのは頭に入れたことが本当に使えるかどうかを過去問で確認しますいいで,す、ね、で落ちる人の典型例でねもういつも元気あ言つてるのもやる人がいるのよ何かで言うと過去問ばっかりやんねん過去問やるでしょ そうするとね、まあ覚えてからやりなさいって言ってるのは、その頭に入れた内容がちゃんと問題に適用できるかが問題なんや。まさにね、ここが頭に入ってこれをここに入れる練習をするのに、こればっかりやる事になるでしょ。問題ばっかり。で何するかと言ったら問題見て答え見てはいこれ解説見てちょろちょろっと見てはい次次次ってなす前へ進んでいくから気持ちがいいわけです。やったふにやったつもりになる。 だけど、丈夫を見ませんからね。結構、ここが曖昧になって必ず落ちよう。で、すまあ、いつもね、言うのはな、いくら言うてもそれをしていますで。なぜかというと、やっぱりね、言われるのはわかるんやけども、頭に入れようと思ったら、時間かかる。なら、とりあえず楽したいっていうのは、本能的に買ってしまうんやな。で、なんかしなあかんって言うんだったら、まあ、それなりに、過去もできやったら、なんかやった気持ちになるわっていうふうになると、もう すごい点数が悪いパターンが多いですねはいじゃあね整理整頓という意味で特許全体は大きく4つに分かれますでここ見ていただくとね特許前と登録前と特許前と考えてください特許後審判訴訟不服申し立て条約この4つです特許前と特許分かりますね特許前は特許庁に出願して審査を受けないといけないから 特許後は特許権が成立したら何ができるかってこういうことですね編み掛けで書いてるのは特許前の大項目3つここだけちょっと紹介するとね特許要件の手続きと登録前の保護で3つに分かれますでえー、っとここのねレジュメ見ていただくと特許前ね特許要件というのは 特許するための条件です価値のないものを特許したらだめですねこれ知ってたら特許になるのかならないのか全部わかる基本です次に手続きこれまさに弁理士の仕事ですね出願してから特許になるまでの流れ補正とか分割とかねであとは特許権による保護というのはい一番大きいんだけども 特許前のの法的保護というのがありますっていうの、ね、で担当試験はこの3つから必ず出るし論文もいつも出ますで論文は2問ですね特許前1問特許後1問に、ね、出るとこ分かってるわけですよこれだから毎年まあ似たようなところはちょろ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 まあ内容は違いますけどもテーマは共通ということになってくるでね。ということで全体俯瞰すれば。 要は全体の中の大きい引き出しがあって順番に細かい引き出しになってくるけど、きちっとインデックスを使ってやっていけば全体像が見えるので常に自分がどこをやっているか分かるし問題をやった時にできなかったのになんでできなかったんだろうとだからそれをね全体俯瞰しないともう何やってるのか分からないら問題見てはやってもわーっとさみだらしになっててね結局やったことが頭の中に残らないと。 まあ、ベテランさんで苦しんでいる人がねそういう人が多いです。で基本はまずね条文正確に頭に入ってないし一番問題なのは到達点分かってないんですよ基本的にね。どこまでやらないといけないか分かってなかったら <laughs> 絶対できないじゃないですかそんなダラ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 やってるだけとそれは一番ネックなのでやり方さえきちっと抑えれば担当試験は絶対1年間で受かります。 7ページ見てください。モチベーションの維持と。まあ、コアレジュメというのはちょっと上に書いてある、まあ、差し目請求のことを例に挙げてます。で、差し目請求の要件と、右側に、まあ、具体的な内容ですね。最小限。まあ、ちょっと飛ばします。で、両学校のモチベーションの維持を見てください。7ページ。で、成果把握による習得ということで、学習ターゲットの明確化、小さな成果の把握と。 でね、大事なことはね1週間単位の計画っていうのを立てて自分がどれぐらい進んでるかっていうのを明確にするだから進んでることははっきり分かりますから必然的にモチベーションで上がってきます。で一番モチベーションが下がるのは一生懸命やってるんだけども自分がどこまで進んだとか成果が出てるのかっていうのはさっぱり分からんっていうのはかなり我慢して勉強しないといけないっていう ことに陥りますいいですね。だから例えばそのテーマが決まっているんやったら勉強します。じゃあやったところの要件を覚える効果を。で、いくつか覚えたらじゃあそれに対応する過去問があるわけだからそこで確認する。だい1点ですね。全体見てからやらないとできないというもんじゃないです。ここは単発でできる、ね、これもない。でよくねあるのはね。 だから一個一個やっていったら一個一個点数が伸びるからモチベーション上がりますと。って言うんだけどもその通りやった人は50点48点とかね。で必ずねあの半分ぐらいはやらないですよそれ。なぜかしんどいし。でどういうふうに言うかというと一番多い,多い言い訳はねやっぱり全体俯瞰してからやるべきやった方がいいと思いますんでまだ全体俯瞰できてないですからって。 そんなこと言うてへんやろういう話やな自分で勝手にねルール決めてあのやらへん理由を考えてはるわけですよで私に言い訳してもらってもしゃあないわけやでなんでそれがわかるかというとちょっとね今コロナであんまり面接でできてないんですけどもいつもねあの入門終わってぐらいみんな面接するんですね一個一個「どんなしてますか?」って言うた通りやってますかって言ったらね半分ぐらいしかやってないで必ずいろんな言い訳するからわかるんですよ でなそこでもう一回言うのは「落ちたないやろと」と「何のために勉強してるんや」ということを言うてでちゃんと正しい方向にトラックを戻さないとあのそのままいったら落ちてしまいますからね。ということまでやってます。本当はね自分で方法論でで考えてほしいんですけど、ね、でまあ多いのは方法論を考えられる人はもうほっといてもいいんだけども考えられない人ずれていくで戻してもこっちへ無理やり行く人がいるんや常に戻していかなか なんでこっち行くんだ本能的に楽な方が楽な方が行くわけですよ。いいですね。はいじゃあね、えー、時間管理というのがその下です。行きひる昼帰りり自宅いいいくらででも時間はありますいいですねだからそこに勉強すべきテーマというのを入れていって非常に単純です。テーマが分かってるから3テーマをここでやる。で覚えて家帰って過去問やるとこういうセットですね。 8ページ見てください。これがね、えー、入門講座の内容ですけども <laughs>、ね、入門基礎。これ全体スルーでいきます。最小限の内容の徹底理解。えー、徹底、えー、最小限の時間で徹底理解と。で、コア知識の形成とここです、ねで。ここでベースを作って次は入門論文です。これは実際に論文の書き方いう っていうのを勉強します基本ねで基本的な問題もやる論文のコア知識の形成書き方ですねだから書き方によって点数ってすごい変わってくるのでそこの説明ですねでただねあんまりしつこいたくさんやるとこれ担当試験受からないので10回なんですねで10回ぐらいだったら予告串が入るので相乗効果になります担当も論文もねで最後はもう一回 やりま,すまあ3ラウンドやるってまあよく書いてますけどもこれはねベースはこれでできてるから今度は築城でね再確認というのをやっていくまあここまで来て私が言った通りやってくれたらもうみんな受かってるんだけどもねあのやらないですみんな。で要はねちょっと家帰ってやるのしんどいからまた明日とか言い出すとね明日明日明日となったらもうパパパパパッとね伸びちゃうわけですよ。いいですね、そんなな難しいい試験じゃないけども まあ自分との戦い的なところっていうのは結構多いですね。あの、あれですよ。小学生でも勉強するじゃないですか、受験で。小学生もできるのに、なんで大人できんないや、それはね。それは一緒です。小学生はね、親がバっッと見てるけども、大人だったらね、だら誰が監視してやれ言うてんねん、言うとね、自分でやらなあかんんですよ。別に、サボっても誰も文句言いません。そうしたときに、やっぱりほら、今日ええかと思ってサボっちゃうじゃないですか。 それを続けないことが非常に大事ですそのレベルですよはっきり言ってね大したことないで、まあ、下に書いてあるのはレックのテキストでオリジナルレジュメコアレジュメがありますよっていう話はしましたでちょっとね下見てほしいんですけどもあのね TTPP というのは考えてくださいトータルタイムパワーポイントだから1点取るこれ39.5秒ですがど,どんだけ時間を費やしたんですかというコスト意識ですいいですね で、えー、年間1200時間というのは週で25時間です。週25時間は1日3時間かける5で、3五15、で、土曜日、日曜日で5時間、5時間で、これ25時間ですね。大したことない,あい。歩きも全部入れてですよ。で、39点取るには1問あたり30時間あるね。でね、出るとこ分かってるわけですよ。だったら、 投入してた時間と得点の関係というのを考えていけばすごくね効率性というのが上がりますで。例えばもう5年も6年もやって担当試験をね30点しか取れへん人って1点あたりねなんぼ費やしてんねんいう話ですね時間的に。まあ、効率が悪いわけです。最後見てください。9ページ。で入門講座の中で 基礎論文担当と、まあ3ラウンド回しますよっていう話ですけどやることは決まっている。ただね、えー、江口クラスの特徴としては、1年合格可能な講義。担当です、これね。で、論文まで絶対1年で受かってもらおうと思ったら、やっぱりね、ゼミに来てもらう必要がある。まあもちろんね、担当だけで、えー、入門だけで受かる人もたまにいますけども、ゼミに来て実際に書くんですよ、論文ね。 平行してやるのはしんどいけど。そうすると、年間4、5人ぐらいは1年で受かった時もある。もうちょっと受かった時もあるかな。まあ、人によりますね。それはどれだけ真面目によるかやるかによる。だけど担当は方法論を踏めば確実にできる。ということですねで。一番下見てください。不合格の4型と書いてます絶対になってはいけませんと。瞑想型。まあこれ方法論全く考えない人です。 だから、ゴールを見えずに疲弊してしまいます。ひたすら何も考えずに走る。点数に結びつかないですね。モチベーションが落ちる。自己中心型。あの、人の話聞きません。私はこうやるんだっていう、そういう人に限ってね、方法論が合ってたらいいんだけども、だいたいずれてるんですね。人の話聞かなかったもう違う方向行くじゃないですか。逃避型。 あの難しいことが当たると必ず逃げる人勉強もね難しいだからそこで出てくる言い訳は「仕事が多忙なんです」これ多いですねみんな多忙やねもんね年齢言ってるから関係ないです、まあ、ちょっとは関係するかもしれないけどみんなは覚えたの忘れますいいですねえとそうやったら言い訳いいですねだからちょっとまあやっぱり勉強したらちょっとしんどいから何か出てきたらね 自分なりに正当化したからになるわけですね。これがあるからって。だそれはええねんけどね。まあ結果は滑りだけですよ。と、こういう話や。要はね。で、怠慢。常にサボる。あの、サボっても構いません。記憶力がええにやったら。だら自分の記憶力がどのぐらいかというのを考えて、それに見合った勉強をするというのがクレバーです。いいですね。で、何も自分っていうのを知らずにサボる。何も考えてないサボる。これはね、 あんまりクレバーとは言えないですね。あの、大して記憶力もないのにね、バーッとサボとたのあかんの決まってるやないかっていうの見たら分かるわけですよ。だそういうところを考えて、まあいろいろ試行錯誤でやっていけばね、担当式はそんなに難しくないです。で、論文も出るところ決まってるから、方法論を踏めば、多数が受かってます。いいですね。はい、じゃあ以上です。なので、まあ、あとはね、質問、質疑応答してもらったらいいと思いますので、えー、まあ、 気楽に聞いてくださいじゃあ終わります